魔王竜オーバードードコラボ記念生配信。皆さんこんばんは。お待たせいたしました。アプリ転生したらスライムだったけ魔王と竜の建国譚、通称魔王竜ですが、今夜はシリーズ累計発行部数1400万部突破、重厚な世界観の最強ダークファンタジー、大人気アニメオーバードードとのコラボ記念ということで、そのコラボイベントの詳細などたっぷりとスペシャルな企画とともにお届けしていきます。本日の MC 森遥と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速豪華なキャストの皆さんをご紹介していきます。まずはこの方、テンスラの主人公リムル・テンペスト役、そしてオーバーロードではフォワイル役の岡崎美穂さんです。はい、リムル、そしてフォワイル役の岡崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。続きましてこちらの方、テンスラのグルーシス役、そしてオーバーロードでは主人公アインズ様役の日野聡さんです。日野聡です。よろしくお願いします。楽しんでてください。テンスラの生放送は初めて、ね、初めてですよね。リムル様とアインズ様で、様でよろしくお願いいたします。ブルーシスの時はリムル様ですから、ね、あ、いいですよね。ややこしいんです。そしてこちらの方も来ていただいております。テンスラの日向坂口役、そしてオーバーロードではナーベラルガンマ役の沼倉真奈美さんです。沼倉真奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沼倉さんは2周年ぶりですね、はい、そうですね、はいはい、この前もお邪魔しまして、よろしくお願いします。今回も、はい、重要な役どころで来ていただきました、はい、よろしくお願いします。そしてそして情報をたっぷり届けてくれるのは、おなじみ魔王竜のプロデューサーの大西 P です。はい、バンダイナムコエンターテインメントの大西です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大西さん、はい、至高の御方々が集まってくれましたよ、はい、本当に御方々がちょっと御方々今回はオーバーロードとあの魔王竜のコラボということで、はい、すごい豪華な感じなんですが、はい、なんか簡単にこれが実現した経緯みたいなのって。あ、そうですね、やっぱりあの異世界転生の、ま、作品として、ま、あのテンスラとオーバーロードが掛け合わさった時にどんなことが起こるんだろうって、多分皆さん結構あのワクワクできるようなあの組み合わせかなと思うので、そんな想像から、はい、あの提案させていただいて実現したというような形になっています。はい、しかもここ組んじゃうと勝てる相手になさそうです。いや、本当に最強の最強なんで、ね、しかもあの大西さんも、まあ、テンスラもオーバーロードも両方愛読者というか。あ、そうですね、もう書籍から、はい、あの夢のコラボじゃないですか。はい、読ませていただいているので、すごく僕自身も楽しみというか、はい、はい、本当に我々もテンション上がってしまうんですけども、早速本日どんなラインナップなのかご紹介お願いします。はい、本日の、ラインナップです。こちらです。はい、本日はキャンペーン情報、コラボ情報解禁、そしてアップデート情報、そしてせっかく御方々に来ていただいているのでゲスト声優チャレンジも2つも仕込ませていただきつつ、はい、アップデート情報を、はい、入れてランキングの発表と、うん、で最後にまたゲスト声優チャレンジを入れさせていただくというふうなお品書きになっております。はい、あ、至高の御方々にもしっかり働かせるんですね。結構今日セリフ量多い感じだと思うので、はい、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今夜もたっぷりと最後までお楽しみください。それでは改めてになりますが、今回のコラボの詳細お願いします。はい、ではこちらです。はい、ということで、もう早速このキービジュアルをあの解禁させていただいたんですが、1月26日にコラボ開始というところで、今週の金曜日ですね、はい、イベントが11時から開始させていただくというところで、すぐだ、もうあの最強と最強が重なるとこうなりますというふうな絵を作らせていただいてまして、はい、魔法陣が重なりまくっています。本当だ、はい、まあ、でも本当にあのシナリオの方もそういったあの何でしょうね、もう最強同士の会話がなされて、しかもあのテンペストの、 あの部下たちとあの転移してきたあのアイズたちの俳句たちとの絡みもしっかりとご用意してますので、うんうん、ぜひシナリオを楽しみにしていただければなと思っております。はい、
今夜はアニメオーバーロード、通称オバロとのコラボ記念生配信ということで、あのオバロファンの皆さんもおそらくたくさん見てくださっていると思います、うん、ですので、あのこのアプリ転生したらスライムだったけ魔王と竜の剣国ター魔王竜について、あのやったことないという方も中にはいらっしゃるかと思いますので、うんうん、そこで魔王竜とはどんなアプリゲームなのか VTR にまとめました。岡崎さん、お手伝いしていただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。はい、それでは魔王竜の紹介 VTR お願いします。テンスラのアプリゲーム最新作が配信中。手札を選ぶだけのシンプルな操作で原作さながらのスキルを駆使する奥深い戦略性が楽しめます。アニメを彷彿とさせるド派手な必殺技演出は必見です。原作の捕食者を再現したシステムでキャラを強力に育成することが可能。さらに街の中を自由に散策することができ、街に住む仲間たちとおしゃべりで日常に触れることができます。配下の家やレストラン、鍛冶屋、研究所、魔力増幅施設などさまざまな施設を建築可能。自分の街をどんどん大きく成長させてお楽しみください。原作者の布施先生監修のもとオリジナルストーリーが展開。鏡の世界の中で故郷の同胞の魂を吸収して進化したアナザーシオンや王になったアナザーガビルなど、ここでしか見られないキャラクターたちにも目が離せません。リムルの娘と自称する謎の少女シンシアを中心として、鏡の国の魔女イジスやその配下たちが巻き起こす事件にリムルたちが立ち向かう、アプリでしか見られないストーリーをぜひお楽しみに。ありがとうございます。お兄さん、魅力ギュッと詰まってましたね。はい、ありがとうございます。もう伝わったかなと本当に遊んでいただきたいと思います。そしてそんな魔王竜と今回コラボとなるアニメオーバーロードについてもご紹介してまいりたいと思います。こちらはアインズ役の日野さんにご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。ありがとうございます。それでは日野さん、お願いいたします。はい。時は2138年、一大ブームを巻き起こした仮想現実体感型オンラインゲームユグドラシルはサービス終了を迎えようとしていた。プレイヤーであるモモンガも仲間と栄華を誇ったギルドで一人静かにその時を待っていた。しかし終了時間を過ぎてもログアウトしないゲーム、突如として意思を持ち始めた NPC たち、ギルドの外には見たこともない異世界が広がっていた。現実世界ではゲーム好きの孤独で冴えない青年が骸骨の姿をした最強の大魔法使いとなる。世界を手中に収める死の支配者、ここに降臨。はい、ありがとうございます。はい、ということなんですが、オーバーロードはですね、1000万 PV を超える大人気ウェブ小説から書籍化、そしてアニメ化となりまして、アニメとしては第4期まで放映、そして劇場版も公開され、さらに新たな劇場版の制作も発表されている大人気のアニメシリーズとなります。はい、そしてゲストのお三方もそれぞれキャラクターを演じていらっしゃいますが、それぞれが思うオーバーロードの魅力もちょっと教えていただきたいなと思います。では岡崎さん、お願いします。はい、私もあのフォアイルという役で、あのアインズ様にお仕えしているメイドなんですけど、もうメイドたちの中でアインズ様当番をすることはもう何よりの名誉なので、その圧倒的主人公っていうのはやっぱ欠かせない、存在感はもうやっぱアインズ様、アインズ様だっていうところは一番魅力として感じていますね。みんなに愛される圧倒的主人公かって、やっぱリムル様と、いや、共通するんですよ。ちょっとそこも ね、うん、あるんですけど、うん、はい、枕さんは魅力どうでしょうか。はい、そうですね、私もアインズ様にお仕えする身としてはね、あのアインズ様は主人公でありながらもダークヒーローの、うん、あのなんていうんですか、王道ではないけれどもすごくかっこいいそのヒーロー像として、なんか新しく君臨しているなと思いますし、先ほどから言ってますけども、何もかもがチートな存在ですし、でも他の方々も出てくる人みんながチートなので、なんかすごく清々しい気持ちでストーリーを見られるので、 そこら辺もストーリーもとても魅力だなと思っております。アクションシーンも本当に見どころの一つですよね。うん、そうですね。い
日野さんはいかがでしょうか。そうですね、あのオーバーロードという作品はまあ、異世界転生、まあ、転生ものか転移ものとかとしても、うん、ダークファンタジーとしては本当もう先駆けみたいな作品であって、普段だったら敵側で描かれそうな、異様な姿をした人たちがメインということで、非常にキャラもすごく個性的なキャラクターも多くて、会話自体も非常に面白いので、そのギャップといいますか、でアインズ自体中身はサラリーマンの青年なので、そのサラリーマンの経験をまたどうこのギルドの中で生かして、そして NPC たちと家族としてどうこの新しい世界で生きていくのかというところがまた魅力の一つなのかなと思いますね。はい、社会人よ、サラリーマン、リムルもね、37歳の、そうですね、なるべくしてコラボするべくしてと、皆様もうね、ストーリーがどうなってるかね、確かに楽しみで仕方がないんでしょうかね。そうですね、2人にしかわからない苦労ありそうですね。本当に背負うものとしての、みんなをまとめていかなきゃいけないというね、そうですね、大変さといい、そうですね、あの配下の個性もあふれてますもんね、両方だいぶ強いですよね。ではそんなオバロとの気になるコラボイベントに関する PV がありますので、そちらご覧いただきたいと思います。どうぞ。トリプレットマジック、グレーターマジックシール、トリプレットマキシマイズブーステッドマジック、マジックアロー。さてこちらの準備は整ったが、そちらはどうかな。いつでも来いよ。では始めるとしよう。思考の共演を。共闘とは懐かしいな。昔を思い出す。楽しそうだな。これだけ頼もしい味方もそうそういないぜ。最初の出会いは最悪に近かったが。本当にな。ラミリスが原因みたいだけど、どうしちまったんだ。早期解決のためにも互いに手を取り合わねば。ああ、しかし戦闘メイドか。アインズの趣味なのか。これはナザリック地下大墳墓。うちの建築士が建てたんだ。素晴らしい技術だ。ちなみにスライム風呂もあるか。お前そんなのに入ってるの。と気を取り直して、かなり厳しい戦いになりそうだが、いけるか。誰に言っている。我が名はアインズ・ウルゴーン。この名にかけ敗北はありえない。それなら安心だ。じゃあ行くぞ。ああ、転生したらスライムだった剣、魔王と竜の剣国譚、ナーベラルガンマよ、ナザリックが意を示せ。ガビルも頑張れ。なんだこの姿。まさかワールドアイテムが。この間撮った PV がこんな素敵に完成している、ね、別々でしたもんね、はい、最初ちょっと不穏な感じから始まりましたが、意外とアインズ様楽しそうに。そうですね、嬉しいんですよね。ましたね、若さいかがでしたか。ねえ、すごくかっこよくって、しかもその3人で戦ってる映像も、ありましたね、作っていただいててすごいありがたい。そうですね、嬉しいです、はい。ちょっとガビルが気になるところではありますが、一旦、はい、置いときますね。はい、ということで今ご覧いただいたコラボ PV なんですが、現在魔王竜公式 X でもご覧いただけます。そしてコラボ PV をご視聴いただけるその投稿へのリポストといいねが合計5000回、さらにその投稿についている2つのボタン、リムルとアインズのどちらに忠誠を捧げるかを選んで投稿していただいた投稿数が3000回を超えますと、オーバーロードテンペストクライシスパート1スカウトチケット10枚を全名手様にプレゼントいたします。な、なんてことするんですか、仲良くやってるのに。どっちでもいいじゃないよね。リムル
アインズの格好してるんですよ。あ、かわいい。よくお気づきで、ね、めちゃくちゃかわいい。その胸はどうなってるんだろう。確かに骸骨どういう風につながっているんだろうっていう。かわいい、はい、ちょっと大西さんざわざわしちゃってますよ、ね、どっちも押せるようになってるんで、はい、じゃあもうね、はい、どっちも押していただいて、はい、それがいいです、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。ぜひコラボ PV が視聴できる投稿のリポスト&いいね、さらに2つのハッシュタグどちらかを選んでの投稿お願いします。キャンペーン期間明日1月25日木曜日23時59分までですので、お忘れないようにお願いいたします。うん、そして名刺の皆さんも待ち遠しいコラボイベントなんですが、改めましてこちら、マオリュウオバロコラボレーションフルボイスで実装、ありがとうございます。わーい。そして新イベントオーバーロードテンペストクライシスを開催ということです。はい、本当にコラボシナリオ、オリジナルのシナリオがフルボイスで聴けるということなんですね。大西さん、はい、ありがとうございます。でもコラボといったらフルボイスということで、はい、全て結構量があったんですが、そうですね、はい、皆さんに撮っていただいてそうですね、皆さん楽しかったです。ありがとうございます。では、ね、ストーリーも気になるところですが、その内容がこちら、うん、アインズ、ナーベラルたちが魔王竜の世界に転移、前編後編の二部構成、うん、でコラボシナリオフルボイスで展開ということです。大西さん、前編後編見る構成なんですね。そうなんです。ちょっと今回は1週間後ぐらいに後編が追加されるような感じになっているので、はい、そんなに間を空けずになんですが、ぜひちょっと後半に出てくるちょっと仕掛けがあったりするので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ね、このキービジュアルも真ん中にいたくないぐらいの、ね、確かにバチバチ感とか怖いです。圧がね、はい、では岡崎さんにストーリーのご紹介をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありました。近頃魔国連邦外では謎の失踪事件が相次いでおり、リムルたちは警戒を強めていました。そんな時、ギーに失踪事件について話があると呼び出され、リムルはワルプルギスの会場へ向かいます。ギー曰く、ラミリスが何らかの出来事により暴走し、失踪者は迷宮の出入り口に飲み込まれたという。リムルは異常な事態を知り困惑していると、目の前に突如迷宮の入り口が現れます。そこからアインズ、アルベド、シャルティア、ナーベラルの一行が現れてという。結構、うん、兄さん、骨太そうなストーリーですね。そうですね、なんか今までコラボだと割とちょっとこうほんわかというか、ええ、こうわちゃわちゃした感じがあったんですが、ちょっと今回入りは割とちょっと固めというか、うんうん、まあ、テンペストクライシスになっているので、ちょっと危機が迫っているみたいな感じのシナリオになっております。はい、ラミリス大丈夫でしょうか。ねえ、うん、ではストーリーの続きが気になるコラボイベント、皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。では続いてはこちら、コラボキャラ登場、ゲスト声優が街歩きに挑戦。はい、私だ。はい、そうです、もう誰にやってもらうか一目瞭然でございます。岡崎さんに一足早くコラボキャラがいる街を歩いていただきまして、街にいるオーバーロードのメンバーに話しかけていただこうと思います。はい、はい、それではお願いします。はい、もう早速いるんだよな、ね、もうすごい待ち構えてめちゃくちゃ行くしかないよな。じゃあ行くか。でかいね、こっちさん、リムル、あ、ごめんなさい、ごめんなさいね。よいしょ、アインズ様、私は食事を必要としないが、部下たちは必要だしな。土産に何か見繕って。お、優しい。異世界でここまで日本を再現するとは、見上げた技術力だな。ありがとうございます。じゃあシャルティアにもね、せっかくだから、あ、はいはい、行きますわ。すごい、めっちゃ呼んでくれる。いや、もう仲良くなってる。この街、なかなかの風情でありんすね。かわいい。こういうところをアインズ様と二人でお散歩するというのも悪くないでありんすね。通常運転ですね。いや、もうお散歩してるみたいですけどね。うちは見るところもいっぱいあるから、ね、観光も大歓迎だぞ。確かに。あ、やだ。あれ、アインズ様で、さっきハート出なかったの。出なかったのに。感情抑制聞いてるわけじゃない。せんので。
シュン。シュン光っちゃいますね。ねダメだったけど。アイズ様でもハート出ますもんね。出ます。出ますよね。はい、おお、ありがとな。ぜひじゃあプレイで見ていただきたい。確かに確かに。ハート見てほしい。わーって飛んでる。はい、レベルアップしました。これを差し上げましょう。どうもありがとうございます。ありがたく今レベルアップしたんでね。はい、どうも。これがね、簡単にしてたまりますので、皆さん有効度バンバン上げた方がいいですよ。お願いします、はい、いただきました。そして他にどうですか、はい、ナザリック、うんうん、なんか左側に、はい、そうですね、ちょっと大きな建物が、あ、これちょっと大きいですね。ちょっと離れてみて、コラボの建物としてナザリック地下大墳墓の入り口を再現しましたと。素敵、はい、PV にもあったやつだ。あ、そうですね、うんうん、これも建てていただいて、あとはアインズ様の像もここに建てられるようになってたりするので、ちょっとコラボの建築物も、はい、建てて遊んでいただければと、はい、建てたいですね。中に入るとちょっと会話とかも出たり。リムル様の像と並べることもできるんですか、うん、あ、そうですね、リムル様の像を持っている方は、はい、並べることができるので、結構ちょっとそういうのも楽しみにしていただければ、ね、はい、うん、はい、中にはまた入れるってことですよね、プレイが始まったら。あ、そうですね、うんうんうん、入ってちょっと会話の、うん、はい、ミニシナリオが、うん、はい、フルボイスで入っているので、うん、ぜひ皆さん、ぜひ、いただければと思います。はい、お楽しみに。はい、はい、ありがとうございます。はい、他のメンバーも街にランダムで、あ、そうですね、ランダムで出てくるので、うんうん、今日ちょっとナーベ様が出てなかったんですが、はい、ナーベも出てくるようになっているので、はい、話しかけてください。はい、厳しいかもしれませんけど、ちょっと何を言われるか分かりませんが、確かに、確かに、ド M の方は喜んじゃう。おすすめ、心してお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんもぜひ街を散歩してみてください。はい、名手様がオーバーロードのキャラのいる状態の街を歩けるのは1月26日午前11時からの予定となります。皆さんぜひお試しください、はい、さあ、ここで一つお知らせがございます。嬉しいアプリ内アイテムを獲得できる X でのキャンペーンが1月31日水曜日より開催されます。参加方法は簡単です。まずはキャンペーンサイトへアクセスし、ご自身の名手 ID と X のアカウントを登録してください。次にキャンペーンサイト上で後日指定されますハッシュタグがついた投稿にいいねやリポストをすることで、アイテムと交換可能なポイントをゲットすることができます。うん、ポイントをたくさん貯めて欲しいアイテムに交換してください。漢字の指定のハッシュタグは1月31日に発表されます。1月31日水曜日から2月4日日曜日までのキャンペーンとなりますので、ちょっと期間短いので皆さんお忘れないようにお気をつけください。前回とちょっと仕組みが大西さん変わってるんですよね。あ、そうなんです、はい、今までだと X、 旧ツイッター上でいいねリポストっていうのをしたらポイントが貯まってたんですが、今回からキャンペーンサイト上でいいねとリポストをしていただくとポイントが貯まるという形でちょっと変わっているので、はい、そこをちょっとご留意いただければなと思ってます。はい、皆さんぜひお願いいたします。では続いてまいりましょう、こちらです。はい、お待たせしました、コラボ情報解禁です。では実装キャラとかどんどん発表していきますので、お兄さんお願いします。はい、ではもう早速実装キャラクター、でもさっきの PV でも出てたのでもう分かっている方もいらっしゃると思うんですが、はい、うん、最初はこちら、やはり、はい、アインズ様というところになっていまして、でスキルもやはりアインズ様ということで強くなっております。でスキル1レベルマックスコスト80というところで、霊言精神または統率者勢力の回心率を一旦 100% アップ、自身の魔法攻撃力を一旦 70% アップとなってます。で次にスキル2の方に絶望というスキルがあるんですが、ちょっと読む前にクイズに行きたいなと思います。はい、じゃ次のページに行っていただいてということで、はい、ゲストの皆様にクイズです。はい、はい、新状態以上の絶望はどんな効果、うん、A 絶望状態の敵の奥義ダメージ耐性が減少、うんうん、B 絶望状態の敵に継続ダメージ、うんうん、CA と B の効果のどちらも、正解すると全名手にテンペストのお土産を10個配布となります。頑張ってください。これ絶対外せないよね。気軽なクイズじゃない。では皆さんちょっと相談し合って一つにまとめていただいて、3人で考える。
はい、日野さんに代表してお答えいただきます。私、はい、アインズ様なので。なんだろう、でもアインズ様ですからね、絶対に強いですもんね。なんか A も B もでも強そうだよね。でもね、なんかさ、でもわざわざ A と B 両方っていう項目って作らなくない？確かに普通ないです。確かに両方じゃ、ね、これなかった時だったらね、なんかちょっとね、寂しいですもんね。おってことはどわざわざなんかね、 C の A と B の効果どちらもってなんかあんまり引っかかってます。見かけることないから。では、はい、日野さんよろしいですか、答えをお願いします。C で。お、 C で。どうだ。はい、それでは正解を発表しましょう。正解はこちらです。はい、 C、A と B の効果どちらも名推理です。うわー、絶望だ。すごい。そうですね、両方という。お土産をね。ありがとうございます。ということで、正解していただいたので、全名詞にテンペストのお土産10個配布させていただきます。ありがとうございます。ということで、配布の時期などは後ほど SNS などでお知らせいたします。では大西さん、この効果改めてご紹介お願いします。はい、ちょっとスライドの方を見ていただければと思います。はい、新スキル絶望とはということで、該当のスキルを使用すると絶望チャージ数が加算されますと。で、絶望チャージ数1ごとにターン終了時に付与している敵の攻撃力に応じた継続ダメージを与え、さらに奥義ダメージ耐性が減少しますということで、先ほど の継続ダメージと奥義ダメージ耐性が減少するということで、2つとも、はい、効果がありますというところで、結構ですね、チャージ数っていうのが魔王流やってる方だと雷撃っていう、スキルがあったと思うんです。それに似てはいるんですが、雷撃は5ターン目以降なんですが、この絶望はもうかかった瞬間から、はい、絶望するともう継続ダメージと奥義ダメージ耐性が下がりまして、かつどんどん回数を重ねるごとにそのダメージ力も上がっていったり、耐性も低くなっていくというところなので、はい、かければかけるほど相手は絶望して、はい、最後に扇を打つときにめちゃめちゃダメージが出る。じゃあ攻撃にも防御にもすごい特化してるってことですか。そうですね、なので敵の、はい、防御を崩すというところも含めてとても強いスキルになっているので、新しい絶望を、はい、ちょっとぜひ後で実機プレイもあったりするので見ていただければなと思ってます。しかもコスト25だから意外とかけやすいですね。そうなんです、はい、ありがとうございます。はい、では続いて、はい、続いてこちらということで、霊言精神または統率者勢力の会心率アップと自身への、魔法攻撃力アップを持つキャラクターというところで、スキル絶望で継続ダメージと奥義ダメージ耐性を減少させ、さらに技能の魔装痕の加護ゲージ増加量をアップ、敵を弱体化させ奥義によって大ダメージを与えるというところで、もうこの表記からチャージ型と呼ばれる、まあ、8ターンぐらいかけてこうどんどんポイントを貯めて、最後にバフをめちゃめちゃかけまくって、ドカンとこう大ダメージを与えるという、ちょっとアインズ様のまさに、はい、作品通りの展開ですね、はい、PV でもあったようにこうどんどんバフをかけていく、あのような感じの、はい、性能になっているので、ぜひ楽しみにしていてください。めちゃくちゃ強いですね。はい、はい、自己バフも強いし、敵にかける状態上も強いという感じになってます、はい、ありがとうございます、はい、本当に盛りだくさんの情報なんですが、ご紹介をゲストの皆さんにもここからお手伝いいただきたいと思います。では沼倉さん、お願いします。はい、まずはこちら、はい、オーバーロードコラボ記念のキャラ紹介クエストが新キャラの登場に合わせて追加されます。新キャラであるアインズの記憶石がもらえますので、キャラ紹介クエストもしっかり楽しみつつ、新キャラクターを覚醒してください。1月26日金曜日11時から2月29日木曜日10時59分までの開催予定となっております。はい、本当ありがとうございます。はい、簡単に一つできるようになってますので、ぜひ素体をゲットいただければなと思います、うん、はい、では続いて日野さん、お願いします。はい、コラボ限定アイテムとしてオーバーロードのアニメで登場したスライムブロー、魔王流風に再現したアイテム、
アインズ様が入るスライム風呂が登場です。顔が、かわいい。様の、こちら1月26日金曜日11時から2月29日木曜日10時59分までのコラボ期間にしか入手できない限定記念アイテムとなっております。わー、入っちゃうの。ログインでもらえますので、ぜひコラボ期間中のログインお願いします。やっぱりアインズ様はスライム風呂に入ってるイメージありますもん。気持ちがいいんですよ。緑のリムル新鮮です ね, はい ですね。では続いての新キャラのご紹介もお兄さんお願いします。はい、続いてこちらです。はい、ということで、カゴキャラクターでスカウトキャラクターの、リムルテンペストとなっております。カゴスキルレベルマックス、味方全体の全属性攻撃力をバトル終了まで 10% アップ無限加算、技能の魔装甲のスキルポイント増加量をバトル終了まで 100% アップ、最大 500% まで、前衛のスキルコストを20ダウン、最大各スキルのコストの初期値までというところで、これは、まず打てば打つほどどんどん攻撃力が上がっていきますというところと、スキルポイントの増加量も上がっていきまして、かつですね、1回打つごとにスキルを打つとコストがどんどん上がっていっちゃうというシステムが魔王流ではあるんですが、これは、カゴスキルを打つごとにどんどん下がっていくという感じになるので、先ほどの絶望も25のコストで何回でも打てちゃうと。うわ、何回でもというのは語弊がありますが、まさに25のままでどんどん打ち続けられるので、どんどん相手に絶望を重ね続けられるという感じなのと、このカゴスキルが発動することに全属性攻撃力がアップしていくので、はい、どんどんこうターンを重ねていって攻撃力を高めていって、最後にドカンと打ち込むというので、極大魔法を打ち込んでいただければと思ってます。やっぱこの二人が組むとすごいことになっちゃうんですね。すごいですね。そうなんです。アインズ様の衣装を着たリムルさんもちょっとぜひちょっと注目いただければと思います。はい、かつですね、加護の導きレベルマックスなんですが、霊源精神の勢力が光属性の敵に与えるダメージ量を 60% アップ、魔法キャラクターの攻撃力防御力を 25% アップ、でここからちょっと大事なんですが、2ターン目以降ターン開始時にスキルコスト上限をバトル終了まで50アップというところで、特にカゴスキルを打たなくてもターンをこう重ねるごとにスキルコストは勝手に上がっていってくれるというふうなものになっているので、従来のカゴスキルもちょっと使い回しが良くなってますよという性能になってます。はい、ということで次のページ行っていただきまして、はい、ということでちょっとまとめなんですが、味方全体の全属性攻撃力を無限加算で 10% アップ、さらに技能の魔装甲のスキルポイント増加量アップと前衛のスキルコストダウン効果によりスキルを多く使用することが可能となってますので、結構本当にスキルをどん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 回して、相手にバフと自分に自己バフをかけて、デバフと自己バフをかけて、はい、8ターン目に大ダメージを与えるという感じになっております。はい、ぜひ手に入れたい、1キャラとなっております。ではイベント情報について、続いて岡崎さん、はい、お願いしたいと思います。はい、読みます。はい、セカンドアニバーサリービンゴミッション第5弾が開催されます。このビンゴミッションでは、先ほど紹介されたリムルテンペストの契約席がもらえちゃいます。ぜひビンゴをコンプリートして報酬をゲットしてみてください。はい、お兄さん、これもありがとうございます。はい、はい、では続いての新キャラもお願いします。はい、続いてこちら。はい、ということでナベラルガンマが出ますというところで、技能の魔装甲変換に特化したキャラクターというところで、霊源精神勢力の魔装甲2枚技能の魔装甲に変換、加護の魔装甲を技能の魔装甲に変換することで戦闘を優位に進めることができるというところで、今回ですね、ポイントが技能の魔装甲になってまして、できるだけ技能の魔装甲にこう変換するのが大事なんですが、もうナーベがいたらそこはもう全てやってくれるぐらいの勢いで、もうこのパーティーには欠かせないサポートキャラクターになってます。はい、続いてこちら。そんなキャラクターが配布となっていまして、ログインするだけでナーベラルガンマが仲間になってくれます。はい、スキルの紹介となります。スキル1レベルマックス、コスト25、霊源精神勢力の魔装甲を2枚技能の魔装甲に変換、技能の魔装甲の全てのゲージ増加量を1ターン 10% アップ。スキル2レベルマックス、コスト25、加護の魔装甲を2枚技能の魔装甲に変換、技能の魔装甲のスキルポイント増加量を1ターン 20% アップと
というところで、これもあのリムルのスキルを打つことで、あのこの25のコストマまで打ち続けられるので、変換をしまくれるという感じになっているので、もう欠かせないキャラクターが揃っちゃうとやばいですね。そうですね、相性がね。でも絶対に手に入るわけですね。絶対に手に入りますし、ログインするだけでどんどんあの凸もできるようになっていくので、ぜひログインしていただければなと思ってます。やっぱアインズ様とナーベがこう一緒に行動するとすごいことが起きると。相性がいいですね。いいな、ありがたいですね。はい、ちなみに沼倉さん、表情は合ってますか、はい、こちらで表情、はいはい、この感じでいいんですよね。あ、そうですね、ちょっとそうですね、ちょっと見下げてる感じ。通常運転いいと思います。はい、影がいいですね。下げそうだ。この目ですね。ありがとうございます。はい、ではイベント情報について沼倉さん、お願いします。はい、こちらです。はい、オーバーロードテンペストクライシスのログインボーナスも開催されます。先ほど紹介されましたナーベラルガンマの記憶石ももらえてしまいますので、ぜひ毎日ログインして報酬をたくさんゲットしてください。はい、ありがとうございます。うん、大西さん、ログインするだけでどんどん嫁れるってことですよね。そうですね、踏破線ではなくログインで嫁石がもらえるようになってます。はい、はい、なのでこのコラボから始めた方でも、はい、レベルマックスまで持っていくことができます。はい、はい、では続いての新キャラのご紹介も大西さん、お願いします。はい、続いてこちら PV にも、はい、来たぞ、大丈夫かな。はい、ガビルとなっております。え、これデミウルゴスの衣装。そうですね、そうだそうだ、反悪魔状態の時のデミウルゴスの感じをちょっとオマージュしてまして、ディアブロもちょっと立ち位置的には検討した時もあったんですが、ちょっとディアブロがオレンジのスーツを着るのもどうかなっていうのをちょっと葛藤がありまして、はい、でもガビルはめちゃめちゃ似合ってるし、かっこいいので、はい、確かにここ見違えるような、ね、めっちゃ仕事できそうな、ね、できそうなディスになってる。メガネあんな感じでかけるんだ、ね、かっこいい、いいですね。はい、エミュールゴス自体仕事できますか ね、そうですね。はい、うん、ではそんなガビルご紹介お願いします。はい、カゴスキルレベルマックス、霊言精神または魔国連邦幹部勢力の全属性攻撃力を1ターン 20% アップ、スキルコスト上限をバトル終了まで20アップ、最大999まで、技能の魔装魂のスキルポイント増加量をバトル終了まで 30% アップ、最大 300% までとなっております。うん、はい、なのでこちらも先ほどのリムル様と似たような、はい、スキル構成にはなっていて、ストーリーウェイのビンゴミッションでログインするだけでこちらも仲間になってくれるので、ぜひこのガビル様も使っていただければと思っております。はい、なんて喋るのか気になります。確かに、何だろう。さあ、マオリュオバロコラボイベントの注目の新たな4つのキャラクターをご紹介してまいりましたが、大言質も気になるところであります。うん、そこでこちら、開発スタッフに聞いてみた大言質についてアートディレクターさんのこだわりを今回もご紹介していこうと思うのですが、こちらそれぞれゲストの皆さんにご自身のキャラをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、では岡崎さんからお願いします。はい、リムルテンペストですが、アインズ衣装に身を包む乗り気なリムル、ナザリック地下大墳墓まで真似しようとしている様ようです、とのことです。あ、なるほど、やばい、真似してるぞ、真似するぞ。よくね、コラボの時恥ずかしがってる方が多いんですけど、今回はノリノリ。確かに、いつも女装といいますか、ね、アイドルというかね。はい、では続いて日野さん、お願いします。はい、アインズ・ルゴーンですが、魔王竜でしか見られない夢の共闘、最強の転生魔王同士による合体技をですね、ぜひご堪能くださいとのことです。はい、合体技、では沼倉さん、お願いします。はい、続いてナーベラルガンマですが、下等生物を上空から容赦なく叩き潰すことで冷酷な一面を出しています。また美姬の微妙にやった柔らかな演技になるよう意識しました、とのことです。それぞれ個性が出てそうですね。ありがとうございます。では大西さん、今回もあるんですよね。はい、3体続けてご用意しておりますので、こちらご覧ください。お願いします。喝采せよ、我はアインズ・ウルゴーンの盟友、ここにナザリックを権限させよう。ザ・クリエーション、居心地がいい場所だな、ここは。
我がアインズエルゴンの名にかけて任務任せてくれ。フュージョニックツインエンド。プレイヤーのみんなと戦ってた頃を思い出すな。そろそろ終わりにしましょう。アインズ様をお待たせするには配下の者として失礼。ツインマキシマイズマシン、ツインドラゴンライトニング。アリー一匹見逃しません。いやー、すげー、すごい、すごいですね。食らったら生きてられないね。いや本当にすごいこと起きてます。背中合わせかっこよかったね。かっこよかったですね。最強タッグって感じしました。そしてナーベラルの最後の美しいね、あの美しかったね。いや、配布のオーギンスと思えない クオリティでした。本当にもういつも全力でやらせていただいてます。すごい。そしてリムル様も可愛、かったですね。なんか嬉しそうにね、座ってましたね。なかなかない姿。本当に再現してくれてるし。確かにそうですね。波長が合ってましたね、やっぱり。いや、いいな。いや、本当に圧巻でした。皆さんぜひお手元にゲットしていただきたいと思います。では改めてラインナップ大西さんお願いします。はい、ラインナップとなります。スカウトキャラクターの先頭でアインズ様、そしてスカウトキャラクターの加護で、リムル様というところになっております。そして、配布キャラクターの加護がガビル、そして戦闘キャラクターがナーベラルガンマという風になってまして、全身がこんな感じの、ちょっとあのリムル様とアインズ様は魔法陣に囲まれて、めちゃめちゃ強そうという感じになってます。綺麗、はい、はい。で続いてこちら、はい、ということで、今回のオーバーロードテンペストクライシスはチャージ型パーティーという風になってまして、周りはですね、3タイプぐらいが主にこうパーティーのものがありまして、スピード型がこう速いターンで敵にダメージを与えて、まあ、早期決着を狙うタイプ、そして、チャージ型が今回あのコラボのパーティーになるんですが、前半ターンで、まあ、各種ゲージ、スキルポイント、カゴゲージ、オーゲージなどを貯めていって、後半に、超大ダメージで勝利を狙うタイプというところで、バフをこうかけていってために貯めて一気に離すという感じの爽快感のあるパーティーとなっています。そしてディフェンス型はあのずっと防御で耐えに耐えて徐々にダメージを与えるというところになっているんですが、今回はチャージ型というふうになっているので、ぜひそこら辺ちょっとあの実機のプレイとかを見ていただいて、あのこんな感じかというのを見ていただければなと思っています。はい、ではここでまたまたクイズです。お、ゲストの皆さんへクイズです。はい、問題、今からご覧いただく攻略映像で最後にアインズ様レベル104が出すダメージは A20万、 B40万、 C80万以上ということで、正解しますと全名手にナザリックを10個配布させていただきます。これもコラボでございます。はい、また急にクイズが始まりましたね。そうですね。では、で代表してまとまったら沼倉さんにお答えいただきます。はい、でもやっぱチャージ型なので、はい、ということはそうですよね。これ映像はまだ見せてくれないんですよね。はい、この後もうこれは勘で、勘か。はい、でもなんか80万以上って言われて、20万か40万って言われちゃうとなんか、確かにさっきみたいにね。で思い返してみたら前回出た時も絶対に一番大きい数字だったんですよ。そうなんだ。もう傾向はこれいいですか。いい、行きましょう。はい、では行ってみていいですか。お答えください。答えは C です。はい、では絶対に C です。正解は大西さんのプレイでちょっと見ていきたいと思います。はい、では大西さんお願いします。はい、では映像ちょっと切り替えていただければと思います。はい、はい、ちょっと始まっちゃってるんですが、今回敵がレオンという敵になってまして、まずはアインズ様たちをちょっと前にでかい、でかい、すごい了解しました。で、あのこの手札を緑色にまずは染めていただくというところで、だいたいあのマオリはこの6コンボをできるといろんなゲージが溜まるようになっているので、基本はこの緑のゲージが6コンボできるように変換をしていくんですが、やっぱナーベラルガンマがもう緑の
あの魔装痕に変換するにとても活躍してくれるので、ぜひ使っていただければと思います。はい、ここでちょっと、あ、もう溜まりましたね。はい、もう溜まっていまして、はい、ここからちょっともうスキルをひたすら打って8ターン目に超大ダメージが出るので、その時に答えが、ダメージがあのアインズ様の手によって生み出されるので、そこちょっと見ていただきたいんですが、はい、まずあのナーベの力でこう変換していきつつ、そナーベであの変換しきれなかった時はあの後衛から他の変換キャラを持ってきて、はい、あの変換をしていくという感じになってます。はい、あ、はい、あと先ほど の, あのシンシアがかけてたバフがあの会心耐性をどんどん減らしていくバフなので、まあ、あの余裕があったらどんどんかけていただけると、これもあの最後打つ時に会心率 100% のアイン様のダメージがめちゃめちゃ上がると。うん、攻撃力上がるのも全属性っていうのいいですね。最近あまり属性関係なくパーティー組むことに。あ、そうなんですよ。でかつあの通常の攻撃力アップとはあのこう被らないというか、あの住み分けができているっていうところも今回のカゴは優秀なので、あの普通に戦闘キャラが持っているあのバフもしっかりかかるという感じになります。でもなかなかあの声優の方々はあのこういうバトルシーンと合わせてあの収録してないので、結構初めてこのバトルシーン見られるかなと思うんですが、毎回感動するけどかっこいいな。でこれもあの先ほどカゴスキルを打ったので、あのスキルコストが打つ前と同じになってまして、普通だとあのどんどんあのスキルを使うたびにコストが上がっていってなかなか使いづらいっていうのがあるんですが、まあ今回のリムル様のおかげで結構低いコストのままどんどんあのコスト低いスキルを打ち続けられるという感じになってます。ちょっとこれはそうですね、ちょっと迷っちゃうんですが、はい、でこ の, あの仮面の勇者があの奥義発動の虹色の、手札を緑に変えてくれるので、この辺もちょっと駆使しながら、うん、そうまだ奥義を打つのは早いので、ちょっとために溜めていこうかなと。最後にバフをかけまくって、うん、そうですね、ちょっとあの奥義の発動が2個溜まっちゃって、あの変換が1個しかないので、ちょっとナーベラルの奥義はちょっと打っちゃおうかなと思ってますが、そうですね、強化を使います。でどんどんあの毎回アインズ様の絶望をかけていくことによって、はい、あの奥義耐性もどんどんあの向こうが下がってくるので、奥義を打った時に大ダメージが、あ、でもちょっとそうですね、ナーベは一回後ろに下げました。はい、はい、でこれでまた6コンボが作れるので、でせっかくなんでできるだけバフはかけていくというところで、あのコストが上がってもこのカゴスキルで絶対下がってくれるので、できるだけスキルを打ちまくるというパーティーになっています。でこれ6コンボで打っていって、で今回レオンに対してアインズがあの有利属性になっているので、基本は最後にあのアインズが攻撃を打つことによって結構強いダメージが入ってきます、はい、でまだ4ターン目なので、今のところレオンめちゃくちゃ硬いですけどね。めっちゃ硬いんです、あの上のゲージ見ていただくと、あんなに攻撃しても全然減らない。ただあのそうですね、あのチャージパーティーのいいところはこのなかなか減らない HP が8ターン目に攻撃でアインズ様が攻撃を打つと、もう綺麗さっぱりなくなるので、そこのカタルシスを感じて、はい、いただけるといいかなと思います。はい、不安になっちゃうけどいけるのか。そうですね、ちょっと80万以上は、あ、うん、出せるように頑張ります。はい、最後のダメージ数字にご注目ください。ギリギリ79だったの。足りない、バフが。はい、うん、で今回あのそうですね、アインズのバフもかけているので会心率も上がった状態でナベラルが出るんですが、ちょっとまだあの5ターン目ぐらいなのでバフがかかりきってないので、そんなにちょっとダメージは出ないんですが、結構ダメージはそこそこな感じで
あ、来た。そろそろ終わりにしましょう。アインズ様をお待たせするのは。すごいな、ネオンに対してこの顔できるのは確かに。わー、頼もしい、はい、これでもなかなか崩れてくれないので。確かに。でマオルがあの奥義ゲージを2本貯めると極み奥義を打てるように、うん、あの極みキャラクターはなっているので、今ちょっと紫のバチバチした手札があると思うんですが、それを最後打つとめちゃめちゃ強くなるんですが、うん、一旦これはまず緑にちょっと変換していきます。でなるべくちょっと変換でこう緑の手札でスキルポイントを貯めていくような感じにしていきます、はい、スキルポイントの量がえげつないですね。そうなんです、ターン加速。今回あの勝手に上限が上がっていってくれるので使い勝手はとても良いです、ね、でまた6コンボにできて、ちょっと忘れがちなんですがシンシアで会心耐性をあの下げて、はい、扇を打った時のダメージをまた上げようと。のであのアイン様のようにこう、まあ、用意周到にこう相手を追い込んでいくというか、はい、バフをかけたり向こうにデバフをかけて最後はドカンとやるという感じになります、はい、今7ターン目に入ってきたので、あともう1ターンちょっと相手にじっくりあのデバフとかをかけていって、8ターン目にあの今まで貯めてたバフを一気に解放していく感じになってます。どう仕掛けていくかっていうのもじゃあ楽しみの一つってことですか。あ、そうですね、はい、結構あのいろんなキャラクターがいろんなバフを持っているので、あのここにいるキャラクター以外と組み合わせてあのいろんなこう相手にデバフを与え続けて打つとまた違ったダメージが出てくるような感じになってくると思います。結構あの今回あのスキル回しなんですが、あのカゴは結構毎ターンぐらい打てているような感じのものになっているので、そうですね、はい、とても取り回しがいいものになっています、はい、でまた仮面の勇者を前に持ってきて、ちょっとこの極み奥義の発動痕を緑の魔装痕に変えます。であとちょっとできれば全属性のそうですねバフもかけつつ、さこんなにあの7ターンぐらいいってもあのスキルコストが全然上がらずに元のスキルコストのままで打ち続けられるので、すごいですね、はい、かなりあのスキルを打ちまくれるパーティーになっています。ポイント足りないって、はい、あーってなる、はい、ということでもうこれであの下ごしらえが準備整いました。下ごしらえ、はい、待ちに待った、待ちに待った来るぞ。でアインズがあの自己バフで会心率アップと魔法攻撃力をアップさせるバフを持っているので、まずそれをちょっとかけたりだとか、あとはあの奥義発動痕を強くしたり、あとシンシアがですねあの8ターン目以降に打つとあのバフがとても強くなるスキルも持っているので、これですね、これちょっとかけたりして闇属性の攻撃力もアップさせたりというところで、もうあのめちゃめちゃ今バフをかけてます。じゃあ最後の極み奥義のダメージに注目ですね。そうですね、はい、果たして80万以上いくんでしょうか。お願いします。ドキドキですね、はい、どうだ、当たるとナザリコもらえるんで、はい、かかってるからな。でちょっと後ろにいたキャラクターもちょっと前に持ってきて、せっかくなんで、はい、この奥義発動痕のバフもかけて、うん、せっかくなんでちょっとナーベも前に持ってきまして、はい、します。結構バフがこんなにすごい味方にかかってて、相手にはこれぐらいのデバフがかかっているので、もう仕上がってますので、あとはカゴスキルで最後の全属性攻撃力をアップさせてどうしようかなというところで、はい、手を抜かない、あんまり打たなくても良いので、ここはまずシンシアの奥義を打ってからアインズのですかね。あ、そうですね。は、はい。え、他にもいけたのにもうこれでいいんですね。はい、もう2個だけで大丈夫だと思います。おお。はい。
この上のゲージが一気に減るところをちょっと見ていただければ。敵のところに赤い数字でおそらくダメージ量が出るので、ちょっと見逃さずに。プレイヤーのみんなと戦ってた頃を思い出すな。うわっ、うわっ、まだちょっといかない。これは200万。所詮私の敵ではない。はい、そうです。恐れ80どころじゃないです、敵じゃなかった。よかったです。すごい。200万で200万余裕なんだ。すごい、はい、80万。正解はこうなりました。スライドお願いします。はい、はい、C80 万以上、200万以上、倍以上ですよね。皆さんびっくりな数字、結構強い、はい、レベル104ですね。そうですね、今回記憶石がクエストでしっかり手に入るようになっているので104の、はい、レベルで出るところで、ちょっと装備とかは結構ちゃんとしっかり揃えた上で出るダメージではあるんですが、はい、これぐらいダメージが出ますので、ぜひ。やっぱり最強と最強が重なるとこのぐらいはという感じになってます、はい、ということで見事正解しましたので、全名手様へナザリックを10個配布いたします。ありがとうございます。配布の時期などは後ほど公式 SNS などでお知らせいたします。ぜひ皆さんもチャージ型パーティー最後どんと使ってみてください、では大西さん、まだまだ情報あるそうなのでお願いします。はい、こちらご覧ください。はい、まずスライドになってます、お得なパックが、販売されておりますというところで、新キャラ確率 30% オーバーロードテンペストクレイスパート1、星5確定スカウトチケットパックが、販売されておりまして、下の方に書いてあるんですが、コラボの新キャラ確率が 30% の、星5確定スカウトチケットなので、ぜひ、こちら買っていただいて、この2人を当てていただければなと思ってます。他にもお得なパックがございますので、ぜひこの機にコラボキャラクターをぜひ仲間にしていただければなと思ってます、お願いします、はい、続いてこちら、はい、ということで、既存キャラクターにも霊言精神を勢力を追加させていただきますというところで、日向が、はい、日向にもつけさせていただいてまして、今でも霊言精神という勢力はあったんですが、その、対象キャラクターを増やさせていただいて、しっかりパーティーに入るようにさせていただいているので、ちょっと日向多めに、はい、なってますので、ちょっとクール系が多いんですかね。あ、そうですね、ちょっとクールな、確かに、はい、感じのキャラクターになっているので、ぜひ先ほどのパーティーに組み込んでいただいて、いろんなバフとか試していただいて、ちょっと最大火力を試していただければなと思っております。はい、続いてこちら、さらにですね、霊言精神スキル統合追加というところで、先ほど の霊言精神の勢力を持ったキャラクターのキャラクターに、スキル統合という既存のスキルを情報修正するような、ものを入れさせていただいておりまして、はい、ここに記載してある通り、新しく効果が加わっていたりするので、ぜひこのキャラクターたちをさらにスキルを強化してバトルに使っていただければなと思っております。はい、続いてこちら、はい、ということでアップデート情報となってます。はい、ではお願いします。はい、続いてこちら、はい、ということで今後のロードマップというところで、実はですね、毎月何が起こるかわからない特別期間のフィナーレというところで、10月から三つ葉先生の衣装を三つ葉先生にイラスト描いてもらったりだとか、コリウスの夢の連動したり、ミリオンライブのアイドル衣装で、はいはい、岡崎さんに、はい、アイドル衣装になってもらったり、はいはい、あと、一番くじ連動をさせていただいた今の1月があるんですが、最後はオーバーロードコラボというところで締めになっておりまして、さらに2024年4月もうあと少しですね、でアニメ3期が放送開始となっていて、はい、まあ、ここに出ていらっしゃる方々がまたテンスラでも、はい、大暴れするという感じになってます、はいはい、なので、2024年4月からアニメ3期が放送決定としまして、アニメ連動施策も今準備しているので、まあ、マオリをやるともっとアニメが楽しく見れちゃうよという施策もしっかり準備しておりますので、ぜひ、楽しみにしていてください。はい、はい、続いてこちら、はい、そして新しい情報なんですが、
ゲーム内チャットの、実装を、検討しております。かわいい。スタンプ案も募集できればなと思ってまして、ちょっと他にも機能を入れたいものがあるんですが、その一部としてチャットも入るようにしております、はい、かわいい。なんか結構そのあのゲーム内のこう交流が楽しくなるようにしたいのと、うんうん、あまりしたくない人は別にしなくてもいいぐらいの立ち位置にもしたいなと思っているので、うん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 、このスタンプとか結構可愛くないですか、ね、リグルドが可愛いありがたきします、はい、結構いろんなあのスタンプもご用意させていただいて、こうあのゲーム内であの他の名手様とやり取りできるようにしたいなと思ってますので、あとスタンプ案をぜひ名手の皆様から募集したいなと思いつつ、ちょっとまだ募集かけれてないんで、どっかで、はい、募集させてください。はい、はい、続いてこちら、はい、ということで、アインズ・ナーベラルたちが周りの世界に転移というところで、先ほどのところなんですが、今回は前編後編の2部構成というふうになっていて、今週の金曜日から前編が始まって、来週の、2月2日あたりに、はい、あの新たな後編が、追加される予定でフルボイスとなってますので、楽しみにしていただければなと思ってます。はい、はい、お兄さんありがとうございました。はい、さあそんなフルボイスのね、あのコラボイベント、本当に気になるところではありますが、一足早くちょっと感じられる企画をご用意させていただきました。続いての企画こちらです。ゲスト声優チャレンジその1で、今回のゲスト声優チャレンジ、こんな企画をお届けします。こちら、生アフレココーナーです。はい、今回のマオリューオバドのコラボイベントにフルボイスで実装される新イベント、オーバーロードテンペストクライシスですが、そのオリジナルシナリオを一足早くですね、うん、生アフレコでゲストの3方に披露していただこうというコーナーになります。贅沢です、ありがとうございます、ね、はい、で鬼さん、今回ご用意いただいたチラ見せのシナリオ、どんなものになりますか。はい、迷宮に挑むというところがあるんですが、うん、アインズとリムル様、アインズ様とリムル様が一緒になって、はい、あの迷宮にこう挑むというところのワンシーンを、はい、あの撮らせていただいたというところと、あとはあのテンペスト内でちょっとあのわちゃわちゃしている感じの、うん、はい、あの日常が感じられるところを、あのアフレコでぜひやっていただければなと思ってます。はい、ではその2つのシーンを生アフレコしていただくんですが、まずは地下本部でのワンシーンからお願いしたいと思います。はい、は皆様ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。はい、では参りましょう。ゲストによる生アフレコ1つ目お願いします。うわ、なんだこれ、こんなところに地下への入り口なんてあったか。おお、リムルか、ちょうどいい、今お前に報告に行こうかと思っていたところだ。ってことはこれはアインズが、確かに仮住まいを用意しようって話にはなってたけど。この国のドワーフも素晴らしいな、資材と手伝いの要員を提供したら我が地下墳墓を想起させるものを建設してくれたぞ。ミルドの指揮でアンデッドを召喚して不眠不休で働かせたってことか。にしても随分と立派だな。さすがに中身は再現しきれなかったがな、いつかリムルが我らの世界に転移した時はこの建物を目指すといい。ありがとな。帰る時は現状回復も頼んだぞ。やあアインズ、地下墳墓の居心地はどんな感じだ。リムルか。ああ、悪くないぞ。ナザリックほどの規模はないが、4人ならば広さも十分だ。ミルド殿には感謝申し上げますわ。お礼も兼ねて、ぜひ一度お茶にご招待したいですね。ちょっとお待ちなんし、アルベド。そんなこと言って、あのドワーフに何か便宜を図らせるつもりでありんすね。あら、人聞きの悪いこと。妻と夫が過ごす寝室について相談したいだけよ。なっ！アルベド様、お二人用のベッドの発注は済んでおります。ご指定の装飾の細かさに
ミルド殿も張り切っておられました。うちの守護者が手間をかけさせてしまっているようだな。いやいや、アインズたちはお客様だからいいんだよ。できる限りのおもてなしはさせてもらうつもりだし、それにうちで使ってる家具はシンプルなデザインが多いから、職人としては物足りなかったのかもしれないよな。ところで、あれ止めなくていいのか？抜け駆けは許さないでありんすよ！お子様は引っ込んでなさい。やれやれ、まったく。おじさん、あのみんなの馴染み方がすごいですね。確かに、はい、なんか画面にもうあのみんなが収まっているのとてもいいですね。シャルティアのこの喧嘩もあテンペストの日常だなみたいな感じで見えますね。はい、あちょっといや似ちゃってしちゃう。おじさんが嬉しい。では続いて2つ目です。ちょっとまた変わりまして、今度は迷宮へ挑めでのワンシーンをお願いしたいと思います。ではまたよろしくお願いします。それでは参ります。ゲストによる生アフレコ2つ目どうぞ。ダンジョン探索、何か懐かしい気分だ。懐かしいですか？皆様は迷宮にお住まいとお伺いしましたが。ああ、迷宮を用意し待ち構える側になって久しい。だが私とて最初からそうだったわけではない。まだ駆け出しの頃、挑む側だった時の気持ちを思い出したのだ。私たちが生まれる前の話ですね。至高の御方々が共に戦われた日々、まさに伝説の時代の話でありんすね。この度の探索にご一緒できて光栄です。初心を忘れないことは大事ですね、リムル様。ああ、俺も見習わないといけないかな。にしても覚悟はしていたけれど、この迷宮かなり厄介そうだな。はい、少し調べただけでも恐ろしく複雑な構造です。正面に魔獣が複数、前に出過ぎては危険です。このような魔獣などアインズ様に近づけさせるわけにはいきません。リムル様、我々も行きます。待て、お前たち、あまり離れるな。この揺れは壁が動く？どうやらこの周囲には私とリムルだけしかいないようだ。部下たちへのメッセージも通じないな。そっちはどうだ？俺の電話もダメだ。例のエネルギーのせいで妨害されるみたいだな。完全に隔離されてしまったか。目的地は同じなんだ。だったら進んでいけばきっとどこかで合流できる。最悪俺たちだけでもラミリスのところにたどり着けば迷宮もどうにかできるはずだ。よし、では行くとしよう。あれは今までの魔獣とは毛色が違うな。エレメンタルコロッサスか。いや、続きがすごく気になりますが、はい、改めて岡崎さん、はい、今まで、いろんな王様とね、リムル様として喋ってきたと思うんですけど、はい、アインズ様とちょっとお話しする感じどうでしたか？なんかもう立場がすごく居心地がいいというかお似合いなので、なんか相棒感がすごいですね。そうですね、息ぴったりですね。息ぴったりだし、お互い多分抱えてるものが近しいですからね。確かに、そうですね。心強いです。一緒にいたいです。そして沼倉さんは、テンスラマオリュウですと、ヒナッタ、はい、ちょっとまた立場が全然違う感じで今回演じられて。そうですね。いかがでしたか？またテンペスト見方変わりますか？そうで、今ちょっとね、アインズ様とちょっと離れてしまって別行動するんですけど、あ、この組み合わせなんだってちょっと意外なやり取りが
私的にはあったので、ぜひ見ていただきたいなって思ってます。なるほど、テンペスト仲間と力を合わせて、そっちはそっちでみたいな、バラバラになってるので、なるほどなるほど、はい、うわ楽しみですね、ありがとうございます。大西さん、会心のシナリオじゃないですか。もういや本当になんかそうですね、今回やっぱりこうオーバーロードのキャラクターが結構戦闘向きというかになってるんで、こうダンジョン攻略をまあなんかこう経ながら一緒にこうやっていながら、お互いのこう性格をなんか徐々に知っていくみたいな感じのこうやり取りみたいなところを結構楽しんでいただければいいなと思って、はい、やっております。はい、本当に貴重なお時間となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。このシーンを含め手に汗握る魅力的なオリジナルシーン満載となってますので、ぜひ1月26日金曜日午前11時から実装される新イベント、オーバーロードテンペストクライシス、プレイしてストーリーもご堪能ください。以上、生アフレコのコーナーでした。ではまだまだいきます。続いてはこちら、はい、アップデート情報その2でございます。はい、まだあります。すごい、はい、えだくさん。そうなんです。ということでちょっとお三方にもお手伝いいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ではまずは沼倉さん、お願いします。はい、こちらです。はい、ナーベラルガンマの踏破戦が開催されます。イベントアイテムを集めて配布キャラクターを育成してください。さらにクエストをクリアすると専用装備品も獲得できますので、ぜひチャレンジしてみてください。装備品、アイズ様のお衣装ですね。あ、本当だ。ですかね。はい、では続いてこちらです。はい、オーバーロードとのコラボ限定の建築物をゲットできるイベントを開催です。ナザリック地下大墳墓入り口はイベントビンゴミッションで、アインズの銅像はイベント交換で獲得できますので、ぜひゲットしてみてください。銅像だ、ありがとうございます。立っているさっき言ってた、でかそう、でかいですね。はい、では続いて皆さんお願いします。はい、オーバーロードコラボ記念友達招待キャンペーンをですね、1月26日金曜日11時から2月29日木曜日10時59分まで開催予定です。友達を招待すると魔晶石最大400個、招待されたお友達も招待コードを入力すると魔晶石100個が付与されます。ぜひ魔王流をやっていないお友達を誘ってみてください。はい、ありがとうございます。ではまだまだ情報がございます。お兄さん、お願いします。はい、続いてこちら。はい、月額パスサブスクのですね、特急スカウトチケットのラインナップ変更というところで、あの年末にアナウンスはさせていただいたんですが、変更の時期が近づいてまいりましたと。使わないで待ってました。はい、そうなんです。今まで極み星5が入ってなかったんですが、幻想世界までの極み星5キャラクターを追加するので、ぜひこちら楽しみに待っていただければなと思っております。はい、続いてこちら。はい、次回以降のランキング戦の試合数を今まで40戦だったんですが、20戦に調整しますというところになっております。はい、これもちょっとアナウンスしてたんですが、ちょっと詳しいところを次のページでご紹介いたします。はい、続いてこちら。はい、40戦から20戦になる時の調整点なんですが、今までですね、40戦の時は敵の属性が7属性、出てきてたんですが、はい、今回からはランキング戦に対して5属性出てくるようになってまして、最初の15戦は属性ごとに3戦ずつバトルをするというところになっております。なので最初の15戦は、火属性が3戦、空属性3戦、火属性が3戦、土属性が3戦、闇属性が3戦という感じになっていまして、で残りの5戦は1戦ごとに属性が変更というふうになってくるので、ちょっと今までとランキング戦の感じが違ってくるので、はい、ぜひここら辺もちょっと新しい仕様を、はい、理解していただいて攻略していただければなと思っております。はい、続いてこちら。ランキング戦で、英傑杯関連なんですが、上位ランク、マスターランクを追加というところで、到達すると極み星5確定チケットを獲得可能になってますので、こちらマスターランクを目指して頑張っていただければなと思ってます。さらに、今までのランクがリセットされまして、新たなランクアップ報酬を設定してまして、魔晶石1000個以上を獲得できるようになっているので、こう1回下がってはしまうんですが、また新たにランクアップ報酬がいっぱいもらえるようになっているので、またこう上に登っていく楽しみをぜひこうプレイしていただければなと思ってます。はい、はい、一旦そして続いてこちら。
はい、メインストーリー25章も3月に実装予定となってまして、魏王両断編の、25章というところでこうシンシアがクリシェを圧倒するというところで、今ですね、進化したシンシアがスカウトでも出てきていると思うんですが、はい、絆の進化シンシアが大暴れするというところと、オリジナルキャラクターの、クリシェたちのアジアの場所がついに発覚して舞台は地下世界へというふうになっているので、結構オリジナル展開ももう2周年を超えてまだまだ続いていきますので、こちらも楽しみに待っていていただければなと思ってます。はい、ありがとうございます。では続いてはおなじみのこちらです。お待たせしました、第14回英傑杯ランキングの結果発表から参ります。では沼倉さんに日本のランキング読み上げていただきたいと思います。はい、ではランキングお願いします。はい、10位さこさん、おめでとうございます。9位ガオアットルオさん、おめでとうございます。おめでとうございます。8位ぐんぐん流のゆいしのうさん、おめでとうございます。7位が柴田さん、おめでとうございます。6位公平さん、おめでとうございます。5位リムルギ流のトッシュさん、おめでとうございます。4位アディスさん、おめでとうございます。3位ナオマルさん、おめでとうございます。2位ガミさん、おめでとうございます。そして1位ボッチアット隠居さん、おめでとうございます。全世界でポイント1位は日本のプレイヤーのボッチアット隠居さんでした。おめでとうございました。そして、北米地域、5段のようなランキングとなっております。1位がネイチャーさんとなっております。はい、はい、ではアジア地域、欧州地域も見てみましょう。このようなランキングとなりました。皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。では続いてもこちら、今度は第32回武勇祭絶の結果発表です。うんうん、こちら日野さんに今度日本のランキング読み上げていただきます。はい、ではスライドお願いします。10位無敵松茸 P さん、おめでとうございます。9位ルーナテンペストさん、おめでとうございます。おめでとうございます。8位エルさん、おめでとうございます。7位玉城さん、おめでとうございます。6位いそいそさん、いそいそさんどっちかな、おめでとうございます。5位ルイザースカーレットさん、おめでとうございます。4位ラクスさん、おめでとうございます。3位萌えよペッパーくん、おめでとうございます。そして2位マリウスさん、よろしくお願いします。おめでとうございます。そして1位、下関充 FC さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。全世界でポイント1位は北米地域のプレイヤーのネイチャーさん、うん、はい、おめでとうございます。すごい、ネイチャーさん数字もかなり大きいですね。お兄さん、そうですね、常連の北米のプレイヤーが、うん、はい、ついに位置を取ったというところで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。では続いてアジア地域、欧州地域もこのようなランキングとなりました。皆さんお疲れ様です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。番組も終盤に差し掛かっていますが、続いてこちらの企画まだあります。こちらゲスト声優チャレンジその2です。何でしょう。はい、先ほどですねもう生アフレコしていただいたんですが、もっともっと聞きたいということでこんな企画をお届けします。テンスラオバロ懇親会、このセリフだけでも覚えて帰ってください。なるほど、なるほど、はい、
コラボイベント開催ということで、きっと本日この配信テンセラオバド両方のファンの皆様にご覧いただいているかなと思います。そこでせっかくの機会ですので、岡崎さんからはテンセラの名台詞を、うん、で日野さん沼倉さんにはオバロの名台詞をご自身が思うものをチョイスしてアフレコしていただきまして、はい、それにまつわる魅力ストーリーをちょっと語り合っていただきたいなと思います、うん、はい、はい、さあどんな名台詞が飛び出すんでしょうか、はい、ではまずは岡崎さんからお願いします、はい、テンスラの名台詞です、はい、まずアフレコで名台詞を発表していただいて、ちょっとその後理由などをお聞きしていきます、はい、やりました。では準備よろしいでしょうか。大丈夫です、はい、では岡崎さんによる覚えて帰ってほしいテンスラの名台詞どうぞ。力なき理想などざれ事だし、理想なき力は虚しいだろう。です。です。いや、印象的な方多いと思いますね。はい、リムルが覇気を出しながら、まあ、エラルドさんと喋ってる時に繰り広げられる言葉なんですけど、マジでその通りだなというか、どちらか片方だけだと実現できないっていう局面がすごく今まであった中で、リムルがこれを当たり前のように発するっていうのが、なんか、うん、リムルの、うん、強さというか人柄の良さとか全部詰まってるなと思って、自信を持ってこちらのセリフは確かにここに行き着くまでのいろいろがありますからね。いろいろあった中で、はい、印象的でした。いかがですか、日野さん、沼倉さんは。なんでしょうね、非常に高みにある人物だからこその出てくる言葉というか、すごく重みがあるなって改めて思いましたね。可愛らしい、ね、お姿ですけどでもなんかちゃんと、ね、積み上げてきたものがあるから、すごく説得力があるというか、だからみんなついていきたくなるっていうね、っていうのがすごい現れてるセリフかなと思います。はい、そうですね、リムル様がどれだけ力があって強くても、なんか怖くないなって思えるのはそういうところなのかな、うん、本当そうですね、はい、うん、思います。皆さん、オバルファンの皆さんもぜひこのセリフを覚えて帰っていただいて、 あれだとちょっとね思っていただきたいなと思います、はい、では続いてオバルの名セリフご紹介となります。沼倉さん、はい、では、はい、ご自身が思う覚えて帰ってほしい、はい、バロの名台詞をアフレコで発表していただきます。はい、こっちにします。あ、カミラさん、手を振っていただけたら嬉しいです。あ、横顔でお願いします。あ、横顔で、お、はい、ありがとうございますでは、期待しちゃうな、はい、では、沼倉さんによるおバロの覚えて帰ってほしい名台詞お願いします。黙れ、なめくじ、身の程をわきまえてから声をかけなさい。舌を引き抜きますよ。です。横顔最高。相手にすらしてもらえないっていう。そうなんです、アニメでのシーンがですね、横顔でも目すら合わせないという、シーンだったので、ちょっと向きどちらかが合ってたかな、どうでしょうね。もうでも一期の頃のねセリフなのでね、ちょっと懐かしい感じもしますけど、ね、本当に何でしょうね、人間というものがですね、ナーベラルさんはですね、ここね、虫と同じだと、虫より下かもみたいな風にこう言う、ちょっと不思議な、ね、方なんですけれども、なんかもう全て詰まってるかなと思って確でもそういうところも、そういうところがあって、ナーベさんを好きな方は好きになってくださってるんだと思いますので、ちょっとそこを知っていただきたいなというのと、でも虫の名前をすごいたくさん知ってるんですよ、うん、なんかそうそう、だから逆に虫好きなんじゃないかと私は思ってて、 一瞬で、そう、それと人間が同じってことは、もしかしたら人間も好きかもしれないっていう愛情の裏返し、ちょっと謎がまだありますが、こんな方ですというセリフです。小野さん、いかがですか。いや、最高ですね、ナーベといえば、そうですね、ナーベラルといえばこれですからね。と画面の奥の皆さんもぶっ倒れてるんじゃないですか、ね、倒れたかな刺激が強いですね、テンスラファンにはちょっとはい、ありがとうございます。こちらも、間違いなく名台詞の一つですので、はい、覚えて帰ってください、はい、ではお待たせしました、日野さんでございます。日野さんによるオバロの名台詞、はい、
お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、OK です。では日野さんによる覚えて帰ってほしいオバドの名台詞どうぞ。答えを教えておこう。課金アイテムだよ。わあのシーンだ。こちらも、アニメの第1期の時のですね、うん、仲間であるシャルティアが洗脳されてちょっと、敵として相対する時に、はい、自分にものすごいバフをかけまくってですね、そしてドヤ顔で、うん、アイテムを出して課金アイテムだよと。そのドヤ顔がまた課金アイテムだよって言ってるんですけどかっこいいんですよ、なんか、なのでぜひ皆様今回ねどんどん課金していただいて、周りでもいろんな意味でね、モモンガさんのようにそうですね、ゲットしていただいて強くなってください。おー、素敵。でもぴったりですね。うん、ぴったりですが課金アイテムが金になりましたもん。そうですね。はい、中川さんいかがでしたか。ね、本当にあのアイズマってね、あの顔ですから表情変わらないんですけど、うんうん、やっぱり日野さんの演技ですごくこう伝わってくるんですよね。こう画面もの、絵もそうなんですけど、はい、それも合わさった時にすごいパワー発揮するのですごく思い出しました。いかがでしたか、はい、岡崎さんは。いや、なんかすがすがしいですよね。すごいめちゃめちゃ強い中で、うん、あのセリフを言ってもらえたら課金していいんだって思える。課金正義みたいな。そう課金の背中を押してもらえるっていう。はい、はい、なんかオーバーロードは結構ダークサイドというか、まあ、ダークヒーローな感じですけど、うん、こういう緩急がお二人が、ね、チョイスしていただいたセリフの緩急がすごい楽しいなと思って、うん、はい、そんな作品でございますので、うん、テンスナファンの皆さんもぜひあのオバドの名台詞覚えて帰ってください、うん、皆さんありがとうございました。はい、大西さん、はたから聞いてていかがだったですか。両方の作品好きなファンとしては、うんうん、いやもう最高のこうひとときありがとうございます。いや素晴らしいチョイスでしたね、セリフの、うん、はい、ということで、皆さんもそれぞれの作品の魅力を今回のコラボイベントで体感してみてください。以上、このセリフだけでも覚えて帰ってくださいでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ番組もいよいよ終盤でございますが、ここでお知らせがございます。ゲストの皆さんからお伝えしていただきます。では岡崎さん、お願いします。はい、リアル脱出ゲーム転生したらスライムだった件暴虐のテンペストサーカスからの脱出の開催が決定しました。いやー、世界中で1090万人以上動員しているリアル脱出ゲームを企画運営するスクラップさんとテンスラのコラボ企画となります。謎解きを通して参加者がまるで物語の登場人物になったかのような体験ができるリアル脱出ゲーム。このイベントはプレイヤーであるあなたが実際に施設内を探索し謎を解き明かすことで物語を進めていく体験型ゲームイベントとなっています。イベントではまずリムルから名付けられ、そして謎を解きスキルを獲得していく完全オリジナルストーリーが楽しめます。つまりリムルに名付けられたあなたがひらめきで成長する物語が体験できるイベントとなっております。うん、では日野さんお願いします。はい、出るかな。リムルテンペストが名手を務めるテンペストに巡業サーカス団がやってきた。突然やってきたサーカス団に中央都市リムルはお祭り騒ぎ。しかしそのサーカスで働き始めた魔物であるあなたは会場に漂う不穏な気配を感じていた。視察のためサーカスを訪れたリムルと偶然出会ったあなたはサーカスの謎を探ることに。あなたとリムルの冒険の物語が今始まる。こちらのイベントは2024年3月7日木曜日より東京、大阪、名古屋にて順次開催していきます。うん、そしてテンスラ脱出の開催を記念しイベント特設サイトではお試し謎企画シオンの料理を当てろの実施が決定しました。見事謎を解くことができれば魔王竜でのアイテムとしてシオンの手料理シフォンケーキのジュレ添えをゲットすることができちゃいます。美味しいんですよ。
こちらですね、あさって1月26日金曜日午前11時からアプリ内でシオンの手料理アイテムをゲットできるようになるということです。お試し謎はイベント特設サイトから挑戦できますので、スクラップの公式 X をチェックしてみてください。テンスラ脱出参加前にぜひお試し謎でシオンの料理を当ててくださいね。はい、楽しそうですよね。では続いてのお知らせ、岡崎さんお願いします。はい、転生したらスライムだった件百鬼語りの一番くじが2月24日土曜日より書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、アニメイト、一番くじ公式ショップ、一番くじオンラインなどで順次発売予定です。B 賞には約 21.5 センチのディアブロのフィギュア、そして A 賞には約18センチのリムルテンペストのフィギュアなどがラインナップされております。1回ですね、税込み750円となっております。はい、そしてスタジオには今回ラインナップの実物をご用意させていただきました。来ましたね。だけど若崎さん、はい、あのリムル様を間近でいいですか。はい、よいしょ、失礼します。だだだだだ、結構大きいんですよね。この度はお麗しいお姿で、ね、いつももうクオリティが高いんですけど、うー足が綺麗、おみ足が、ね、綺麗なおみ足がちょっとくるくるしますか。はい、すごい。今回の、ね、お正月イベントでも実装されておりますが、うわ、髪のなびき方もすごいです ね、 ね、すごいし、このグラデーションとかもなんかハッとさせられますね。あ、いいですね、お洋服の質感もいい。うわ、ラストワンだとちょっと色のバリエーションが、本当がね、ブルーのところが赤になると並べてもいいというね。はい、そしてセアブロの方も、はい、いやこれセットで並べたいんだよな。でちょっと寄り添ってる感じが、そうなんですよね、このツーショットがいいんですけど、じゃあちょっと回します。このお洋服の質感もちょっとね、確かに光沢、光沢めっちゃ綺麗ですよね。髪の毛も細かくて、靴とかもすごい再現度高いので、ね、ぜひ、はい、ありがとうございます。はい、うん、我々は先に、ね、ゲーム内でちょっとゲットしているものではありますが、はい、やっぱりこう実物もうちに置けるというのは最高ですね。はい、そして他にもあのテンスラ、あのマオリュウのグッズもたくさんご用意してます。そして沼倉さん、はい、持っていただいているのがこれ F 賞の一部、うん、で全部12種あるらしいんですけれども、ちょっと、はい、百鬼語りのものから、はい、マオリュウの、そうですね、はいはい、イラストも今回ちょっとクリアファイルに一部なってたりするので、はい、ぜひこちらもゲットしていただければと思います。揃えてください、ぜひ。ひなたもいるんだ、いいな。はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ一番くじ、チャレンジしてみてください。ではあっという間にエンディングのお時間となってしまいました。本当に贅沢なお時間でしたが、2周年を迎えたマオリュウの今後の展開などもお話できたのかなと思っております。岡崎さん、本日いかがだったでしょうか。はい、もうテンスラ、そしてオーバーロードのなんか相性が良すぎて、うん、もう憧れのアインズ様とリムルが一緒に並んでるっていう姿もすごい嬉しかったですし、うん、あとやっぱこの3人がそれぞれの作品に出演しているっていうところで、うん、なんかとても居心地のいい生放送というか、なんかどっちのいいところも知ってるからこそ喋れる内容だったのかなと思って、とても楽しい時間でした。皆さん26日からぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。楽しかったですね。今回を機にちょっとプレイしてみたくなったので、嬉しい、早速帰ったらちょっとダウンロードしてゲットできるように課金しようと思います。回収ありがとうございます。頑張ります。はい、ぜひコラボイベント楽しんでください、はい、ありがとうございました。では沼倉さん、いかがでしょうか。はい、はい、本当になんかこんな風にあの生放送でね、この2つずっとお世話になっている作品で、出させていただけるとは思わなかったんですけれども、両方とも多分あの海外の方にもすごく人気がある作品なので、どっちか知らない方もぜひこの機会に知っていただいて、絶対に楽しめると思いますので、まずはゲームをいっぱい楽しんでいただいて、そこからいろんなところに手を出していただけたら嬉しいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にひなたの衣装もいろいろありますから、水着だったり、ね、はい、ぜひ皆さんも遊んでみてください。お願いします。では大西さん、お願いします。はい、
長い時間お付き合いいただき誠にありがとうございます。本当に2周年の前から5ヶ月連続で結構いろんな企画を、特別企画をこうご用意して、フィナーレを迎えられてちょっと安心しているところがあるんですが、あともう4月からアニメ3期が始まって、もうここのお三方たちも参加されるので、ぜひもうめちゃめちゃ楽しんでいただけると思っているので、今回まずオバロコラボをしっかり楽しんでいただければなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして長いお時間お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。名刺の皆さん、そしてオーバーロードファンの皆さん、まもなく始まるマオリュウとアニメオーバーロードのコラボイベント、ぜひ楽しんでください。それではまたお会いしましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。楽しんでね。楽しんでね。